今里ライナーがぐーんと便利に。新たに JR 長井駅前に停留所ができました。皆さんこんにちは。大阪メトロは大阪市と共同で地下鉄今里停留所から阿部野橋停留所、地下鉄今里停留所から地下鉄長井停留所を結ぶバス高速輸送システム今里ライナーを2019年4月から社会実験として運行しています。こちらが今里ライナーの運行ルート図です。地下鉄今里から天王寺エリアをおよそ25分で結ぶ阿部野橋ルート、地下鉄今里から長井エリアをおよそ38分で結ぶ長井ルートの2つのルートを運行しています。このうち長井ルートの停留所の一部を変更し、2022年10月1日から新たに JR 長井駅前に停留所を設置しました。これにより JR 長井駅へのアクセスがぐーんと便利になりました。どのくらい便利になったのか、実際に現地に行って歩いてみました。まずはこれまでのルート。 JR 長井駅に一番近かった長井西2丁目停留所から歩いてみると、次に新しいルート、今回新しくできた JR 長井駅前停留所から歩いてみると、これは格段に便利になりましたね。通勤通学、普段のちょっとしたお出かけにより便利になった今里ライナーをぜひご利用ください。またお会いしましょう。